ベルタが本当に求めているのは。これまで自分が犯してきたことは罪滅ぼしなのだ。生真面目で不器用な方ですからね。善悪の適当な折り合いをつけるのは不誠実と思った。僕は必ず彼女を助け出す。レディ、もうすぐだ。もうすぐ全て終わるんだ。
ロベルタが本当に求めたのは、これまで自分が犯した気まじめで、4台打った結果がこちらということで、めちゃくちゃ脚光やなこれ。ちょっと場所変えるわ。いや、やりすぎよマジで。フリーズ2回よ。ちょっと振り返るわ。ここかな、こうやったらいいかな。はい、ということで実践終了しました。本日の結果はこちらと。3年ぶりにフリーズしました。1日で2回と。エッグタルトよ、ほんまのエッグタルト。
あ、エッグタルトってどういう意味ってよく聞かれるんですけど、俺がねちょっと高校の時とかによく言ってたんですけど、エッグってあるじゃないですか、なんかこうすごいことをした時にエッグっていうのをエッグタルトって俺がよく言ってたんですよ。動画多分これ一発目になると思うんですけど、一発目がこういう形でね家見せれてよかったと思います。次はまたスマスロかな。はい、ただ打っても面白くないんで一日中全突破とかしたいなと思います。はい、またそちらのも見てください。あとツイッターやってますのでぜひフォローしていただけたらなと思います。あとチャンネル登録ですね、こちらの方もよろしくお願いいたします。ということで最高でした。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最高だった。